皆さんこんばんは、ななみです。今日は私的にナチュラルメイクをやってみました。それではビデオスタート。はい、まずは RMK の UV プレスプロテクターを塗っていきます。紫外線は受けてはならぬから。はい、そしたらポーランド城のファンデーションプライマー S01 塗っていきます。やばいぜ、時間がないぜ。なんか日焼け止め塗ってるからちょっと白いかも。そしてダブルウェアのヌードウォーターフレッシュメイクアップ塗っていきます。このファンデーション多分今季一番気に入ってるかもしれない。すごいいい、前よりは薄付きで程よくカバーしてくれて伸びもいいっていう。で、スポンジでなじませます。コンシーラーはザセムのコンシーラー塗っていきます。そこがスーは隠したい。そしたらエレガンスのパウダーはたきます。もう新学期始まりましたけど、皆さんはどうですか？うちのね、息子はね、年少の時に恋だった女の子と同じクラスになって、もうハピハピでございます。ハイライトは RMK 塗ります。ツヤ大事だね、ツヤ。はい、そしたら眉毛描いていきます。はい、眉マスカラ塗ります。学生さんはね、もう同じクラスでもうちょっと嫌だなって思ってる人と一緒になっちゃったり、嫌だなって思ってる先生に当たっちゃったりとかするとね、新学期早々萎えると思うんですけど、短い期間なのでね、乗り越えてほしい。短い期間だから。アイシャドウ塗っていきます。こちらは新しく買ったスキニーリッチアイシャドウ SR05 番です。最初にこちらを塗って、次にこちらを塗っていきます。エクセルのアイシャドウはね、本当にびっくりするぐらい優秀でした。なんか普通に塗り直しとかもしなくてもそのまま大丈夫だったから、すごいと思って。塗ったらぼかします。そしたらこちらの濃いカラーを目の下に入れていきます。で、目尻にもちょっと先に入れておきます。明るいカラーをまぶたの下に入れます。そしてアイライナー塗っていきます。もうキワキワに入れていきます。キワ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 、うん、ライナーはちょっとピョンって感じで。こんな感じです。そしたらチーク塗っていきます。なんか程よく血色感が出るぐらいで。そしたらシェーディング入れます。そしてリップがイヴ・サンローランのリップです。今回は全体的に薄めで仕上げて
あります。はい、こんな感じでナチュラルメイクをやってみたんですけども、まあ、例えば学校の行事だったりとか、なんかこうちょっとメイクを抑えめにしていきたいなっていう時はこういう感じですることが多いです。普段だったらノーズシャドウは絶対入れてるし、目頭セッカラインももっと入れてるし、まあ、リップのカラーもね、濃い色が好きなので濃いめにしたりだとか、マスカラか、あとマスカラは絶対するんですけども、まあ、それがないだけでだいぶ柔らかい感じにはなるので、ちょっとびっくりされた方もいるかと思うんですけども、たまにこういうメイクをしています。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。